続きです。ですね、右上来てまして、でここも多分こうなんじゃないか感が出てきて、今まで自分でここを触ろうとしてたけど、他のステージと同じようにブロックに触らせりゃいいじゃんねってなると、こうするといけるんよ、こうやってじゃんね。これ2ブロックはいけないから、この後に登らんといかんのよね。右向きになって、てかこれをまずこうなっちゃうわけね。このブロックは触れないな。これ多分最後にこのブロックを下から左に持ってくるんだと思う。だからこれはこのままで、残りのこのブロックたちで、これもう触れないもんね。2つで上に登る。逆さに入れば、こう入ればこうなるけど、これは乗れんが、あ、乗れんし戻れんわ。なるほど。じゃあ右向きだね。こっち向き、逆。右が塞がれている。右で入れなくなってる。なるほど。これを押して戻ってきたいところなんだけど、逆さまの状態でまたこれを触れる方法。逆さまになってて、いけてここまででしょ。ここからあそこまでのロングはつらい。むずいね。これやろうと思ったことがことごとく潰されていってしまう。あ、これで触ればいいのか。そうか、これで左手にあるブロックをどかしてあげて、こうな。よし、これで右に向かって入れるとこまではいけるけど、そういう問題じゃないのか。2つのブロックであそこ登れないやんって話。高さが2位ないといけないんだけど、左下のブロックを違う方向に押すことはできるか。上ダメでしょ。今2方向3方向しかないんだよね。こうすると絶対打っちゃうから、あっちに押し込まざるを、他のブロックを使っ、なんかこんな、あ、オーマイガーバット、これは違うが、これを右でやれてれば強いんじゃないかな。ってことは、この下にはまっちゃったピースを、下にはまってしまったピースをなんとか取り出す方法がなかろうか。あ、このまま下に持っていったらいいのでは。あー、でもそれだと取れないのか。こう入るで、その時にあれが詰まっ、降りるけどやな。
あ、これで戻れる。ああ、すごいね。これだけどこうなってしまう。ああ、動けない。動けない。実質これだってこの下の2つ C2 ですもんね。しかももうここにも入れなくなってしまった。あ、じゃあ違うわ。そっか、別に上、これは別になくていいんだが、ブロックを押し込むことで入るか。ブロックを押し込むことで入るとするとこうなり、こうでき、こうなる。うーわ状況は好転しないです。これはいかん。横3はまたこれはこれで厄介なんだよな。だけど横3がないと落ちんねんな、この棒が。あ、落ちる落ちる落ちるというか僕が落ちちゃうんだよね。でも、いや、こういうのでいいのかもしれない。こう持ってきて、こっちサイドに来て、こうやれ。やっとできた。OK。で、あとは右向きに階段を作ればいいような気がしますね。ここと、こうかな。じゃあ1個余るね。そんなことある？そんなことあるか。1個余るなんてことあるか。まあいいやら、進めてしまう。最終的に真ん中から右向きに重力が落ちないといけないから真ん中3列。うー、でもこれな、止まらんな。あ、違う、伸びればいいんだ。あ、違う、え、変わっちゃうな。ここで伸びてこうでしょ。で、まあこうしてこう、よし。ちょっとゲーム性が全く違うね、ここは。どっちかっていうと、あの、途中にあった、滑るステージに似ている。さて、これは簡単すぎるっていうかダメだよね。この方向じゃないよ。左の重力？左の重力？違う、右向きかな？右重力であのピンクのところに触ればいいんだ。のだが右側からこう入ってきて、あー違う、あれ違う、そっかそっか、そっか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 、この緑色の地形でゴールしてはいけないんだね。あくまでこの重力反転モードでゴールしないといけないんだから、奇数分だけこの赤いものを触って落ちていくような形が理想だ。こう、それと下、最後1。でもまあ、そういうことっていうあたりを理解できれば、頑張るです。こうするとそこって触るんだ。あー、戻っちゃうな。違うね、逆だね。逆だねってつまりどうなるわけ。これを、こうなって、こうなっちゃう、こうなって、こうなって、
違うな。あーでもなんか今これが一個下でできてればよかったんですよね。なんで ここで僕は草原に立たないといけない。ここで草原に立ってるってことは重力反転モードでそこのスイッチに触れるような状況になってればいい。重力反転モードであそこのスイッチに触れるには重力反転モードからあそこに落ちてくるような場所ってなると一番下かな。こう逆、ここかな。ここに右向きの重力ってことはここにうーん違う、右向きの重力でここに立ってる状況は無理か。無理だな。じゃあここじゃない、このスイッチもしくはこっちのスイッチなんだが、ここかな。ここだとするとこのスイッチを逆だね。このスイッチを草原モードで押してあげる。違う、うわからん。ちょっと待てよ、落ち着け落ち着け。最後に欲しいのが、最後にここで欲しいのはここに右向きの重力になる必要があるので、これをこっちからこう押すべきだ。あいや絶対これだよね。これを草原で踏んで、あれ草原で踏んで逆逆、これ逆なんだよ、逆逆逆逆なんですよ、逆なんですよ。今重力モードでこれを踏んで草原に変わる。で草原をこっちにするいくだよね。重力モードでこれに触るだよね。合ってるよね、そこまでは絶対合ってる。重力モードでこれに触るべきです。です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 。っていうことは重力モードでこれに触る、落下してきてここで重力モードに切り替わってこう落ちる。ここで重力になるってことはここに草原でいればいい。 この辺に草原でいればいいんだよね。この辺にその方向性でやってみようか。あの辺に草原で降り立てるような感じになってると勝つ。それは簡単にいきゃいいよね。
ープだ。この難しさはなんかあれなんですよね、僕自分で言ったことを忘れる難しさなんですよね。どっちになっていればいいんだったっけ、ここね、これにこっちから入ればいいんでしょ、ここにここで草原でしょ、でここで草原に触って草原になるってことはここに落ちてくる必要があるので、ここ上からこれに上からこれに入るとこう入って草原になって、上からこれに入るってことはここに草原で立ってる、ここに草原で立ってると草原重力、草原重力でしょ、草原ここに草原でいるってことは何らかの重力でここに落ちてくる必要があって、ここに落ちてこれるのはここ、かここ、ここかここに重力で、ここかここのボタンに重力で触ればいいのかな、重力でこれに触ると草原になって、こっちからこっちに行くとこう来ちゃうから違うな、ここで草原、ここに触ったら草原、ここに草原で触れる状況は落ちてくるってなるとこっちからか、ここで重力、こ草原重力、草原重力、草原重力、草原、ここに草原で触れる、ここに草原で触れる、ここで上向きの重力になってこっちに来る、ここで上向きの重力になってる状況、ここで上向きの重力になってる状況、こうしてこうしてこう、ほら見ろ、分かれると分かるんだよ俺は分かるときは分かるんですよ、この計算をしないで適当に動いてると一生解けねえだぞ俺は。よし、お、ここまで来たね、ここは一個外に落ち出せば、押し出すためには無理じゃね、どうやって、そもそもスタートをどうやって、あ、上まで押し込めばそれは二次元になって下に落ちてくるんだ。一番上のあのピンクいところに、ピンクのもや、ニムゲがいるところ。あのニムゲがいるところに、わかるの誰か。落としてあげると、玉ころが落下して、あ、落下してこないよ。落下はしてこないよね。あ、違う、いい。重力に入ると、あ、ちょっと待って。ブロックが重力に入った時の挙動って俺知らないな。ブロックが重力側に入った時ってどういう動きするの？ああ、そうだよね。戻るんだよね。じゃあ何をするんや、ここは。何をするべや。あそこで石になったものを、あそこで石になったものを、どうやってしたい？どうやってしたい？ああ、分解した。分解する。分解、空中分解する。それで一番下の段まで持ってくることってどうやってやる？できるのかな、その。分解して一番下の段まで持ってくるには、一番下の段まで持ってくるってどういうこと？1,2,3詰まってるところに対して上に上げて、さらにそれをスライドをかけると 1,2,3,4 段になって、そうなるとボトって1個落ちてくるってことか。
高さ3の物体を作って、かつ一番下は細切れのピースでなくてはならぬ。あれ一番最初こんな状況だっけ。こうだよね。ここ離しといて、一番下は細切れのピースでなければならぬ。こうで、でそれに対してこれが上にまで入らなくない。あ、入らないわけではない。あ、こうすると石になるけどすぐ落ちちゃう。これはもう汚染でな、これはもう汚染でな。こっちを分解する前に、でもな、小さいブロック2つが今最初の状態で連なっていたんだよね。この2つのブロックのつながりを切る方法がないね。ないのか。ないよな。2人は仲良く歩くんですよね。違うものを小ブロックにするだとこれなんだけど、これを一番上までリフトする。これを上げるとずれるはずれるだよ。だけどこれを、あ、ちょ、一番下はこれではいけないんですよ。フックはこれは今上げてはいけないと思います。上げるとこうなる。そうなるとスライド、これをスライド棒として使うんかな。うわ、どうなった。これがまだ横に行くんだけど、ちょっと今ぐっちゃぐちゃですね。ぐっちゃぐちゃになったね。これもちょっとイメージをちゃんとしよう。この1ブロックが、1ブロックが一番下にある状態で高さ3を積んどいて、でそこに対してここに石があって、その石を、あれ無理じゃない、その石を左に送る。上に行った時点で全て分解されてしまうでしょう。で、この長棒で上の段を押し込むってことがそもそもできないのか。あれ？あれれれれれ。自分の足場が作れるんだったらそもそももうウォールでしとるやんな。1、2、3、1、2、3があって、
3をリフトしてもここに石があって、そのまま自分がスライドしたときに、これゴールのイメージがわからんな。何をすれば達成するんだろう。ゴールのイメージができないということはクリアが遠いということ、目的がないから。これとこれが上下になるような状況は作れないはずですよね。まあ、絶対この小ブロックが上にあってもリフト、自分が今持ち上げていないところだったら横のつながりのまま落ちてくるの。これだとバラバラになる。これをやってもバラバラになる。ここからはもう言語、何の言語も出てこないな。しか言わんくなってしまうな。左側に、
考えます。動いててもダメだ。上、ピンクのところでは岩を2つ以上押すことはできないでしょう。岩が2つ以上ないという状況でしょう。じゃあピンク色のところでなんかこうスライドするっていうことはできないんでしょ。スライドの棒も石場に変わってしまうってことはそれはできない。岩が上にある状態で、岩が上に岩が乗っかっている状態で、上に岩が乗っかっている状態で自分が離れることってできるのか。それをやるにはないな。それをやるのはないな。これを岩になって自分がどくとそれで一個下がるんだから、それを使って一段下に持ってくるみたいな。自分がどいて1マス下がる。自分は高さ2になってるんだから結構この高さまでしか落ちない。それを2つ以上落とそうとすると、自分が伸びて隣になんか服があって、自分が伸びて右にずれたときに、下に何もなかったらここで止まっちゃうんだよね。ブロックはここは重力が発生しないから、ブロックに対して上から乗らないといけない、上から乗らないといけない。これってさ、ここにブロックがあって、ここにブロックがあって、その下は何もないっていう状況だとしたら、ここにあるブロックってドドドドッと落ちてくるのかな。上からの圧力があるから、プレイヤーが乗った時ってダダダッと落ちてくるじゃないですか。それと同じように、それができるのはここだけかな。これの上にブロックを乗せ、これをリフトアップするっていう考え、やってみようか。リフトアップするためにこのポチパーツは一つ必要です。でそれ以外のパーツに関しては、ちょっと待てよ、それ以外のパーツに関しては、これを分解するのかしら。これ一旦分解して、これをこうすると、こう、ちょっと待って、これをくっつけたくないな。こうするとこんなのができるよね。でこれができて、これを上げて離れる。ダメか。横長でブロックがくっついてるからダメなのかな、これ。これをやったときに下が1個だったとしてもダメかな。ダメかもね。そういう仕様ではないんだろうな。では一体何今の今の今の今日
こう上がって左を押すとあれが動いた。これが動いちゃった。下にこれがある、 こういう状態にしてこれを持ち上げると上でこれが分解されて、ここで支えている場所以外が玉になる、玉になる、落ちてくる。それがどうしたになってしまったな。それがどうした、でこれをね、あれの上に持ち上げるが不可能なんですよ。ここからあれをスライドさ、あ、こうできるってこと？これやったよね、多分。だいぶ初期にやったやつだと思うな。ブロックの押し込みはないね。これもそうだもん。このブロックが落ちた時にダダダダダって下まで落ちるわけではないもんな。じゃあ、うん、ない、絶対ない、絶対ないことが分かった、絶対ないことが分かったおかげで解けないことが分かった。ああ、どうどう、
いや全然わかんないや、どうすればいいのだ。縦に4を自然に作り出すことって無理なんだよな。上に上げることで下が一マス空いて、どくと空いた一マスを埋めるだけだから増えるっていう挙動にはならんのよね。増やすためには全然違うマスで石をこの上に生み出して、でそれが落ちてくるっていう状況を作らないといけないんでしょう。今のやり方だとね、全然違うやり方だったらもうわからないですけど、今の考えだとそうしないと下に降りてこなくて、下に落ちてくるためには全然違うマスから上に石を作るんだが、さっき見た通り上にある石を横にスライドさせるっていう操作ができないので、こんだけ詰まってるってことはもう全然開放が違うのかしら。石ができる、石ができる、石が落ちる、落ちると下に下がる。だから上げずに下げるは理屈としては、理屈としては正しい。上げずに下げることだけやるっていうのは理屈としては正しいんだけど実現ができない。やりたいんだったらこれで、でもこれを使うのは例えば自分の上には何かがあって、自分の頭の上に石ができましただけど、こっちの方がいいかな。自分の上に石ができましたで、あれが分解されるのか分かんないや。自分の上に石ができましたで、こっちに曲がったことで、なんかこれをこのあの L 字のブロックを左に押す方法ないんかね。なんだそれ、2つの石になるけど横長のブロックになる。
か今まで見たことがない挙動だからもうちょっとこれ調べてみよう。上に乗っけてなんてことなかったらそのまま横つながりの石になる。それをじゃあフル活用できる。横長3つを作り出すっていうことも不可能ではない。縦長は作れないんだよね。作れるんなら横なんだよね。横長のもの。じゃけん、横長のものがあの残りの2ブロックで横にもう一つ作れたりしたら、横長を横長って作っといて、それをクッて押すと。なんか起きんのかな。でも横長できるっていうことは自分のリフトで自分の横に石を作り出すってことができるわけだよね。できるわけだよねとか言ってるけど、でもその石ってもともとそこに下にあった石を上にリフトアップするだけなので、組み立たない。L 字も別に3つはいらんっていうのもあるけどね、2つでいいやんなんだけど、 L 字を上に持ってきてしまうとここのこの縦の長さのやつが分割されちゃうから、それは望むところではないよね。 L はこれ以上右に寄せないと思っている。拾えないことになるから。作れてもここから、なんかこの小さいブロック上に上げるとこれが上がんない。これを上げなくてもいいやと考える。いやー救えないな、何も救えないね。ここで上げるしかないよね。これより右にはいけない。いけるけど次の手がない。こうなっちゃう。上げてここ、なのであれを右に持っていくことはできないので、やれてそこ、やれてここ、
リフトアップ用のブロックは一つは必要になるんだよな。長い棒まだあれかな、壊さない方がいいのかな。長い棒壊さないと上にリフトアップするっていうことできないね。長い棒が一個上に行ってくれるからこそ あそこがブロックになるんだよね。あー、わからん。なんとなく手を動かしてるけど、これは分かった動きじゃないからね。全然今分かんないからね。もう50分ですか。どうしよう、編集しないと。もう一回さっきの形やってみようか。これ上げて、できるだけ下のブロックを無駄にはしたくないんだけど、ここまで上げる必要がある。こうなるで、ここから先はこの子で横に出した分を次に上に運べるっていう形になるから、1,2,3 でやっぱ端っこまで来るんだよね。端っこまでは来ちゃいます。こうしてそれをこれで上げると、これで詰まってしまう。3つをやめて2つで、一つだけ可能性が見つかったぞ。これをこうやって上げるじゃないですか。でその時に自分の右側にブロックがあって、それを自分がビッて右にスライドすると、ここにあったものがここに入るんですよ。でその時ここに1個石があればそれが落ちる。だから右にできちゃう。あ、いい、右にできたら別に上は俺は乗っかって左に行けるから。それぐらいしか考えられないな。縦長のところに石を1個横からスライドして入れる、かつここの上に1個石がある。ああ、ようやくなんか見えるものが出ましたが、今回は無理。今回のこの形だとそれは無理。でもやりたいのはこうしてこうだね。あれ、ちょっと待って、あ、そっか、別にこれの上じゃなくてもこの上でやればよかったのか。あー、こう、あー、おーおー、やった、うわー、やっちゃった。これはね、やっぱでもやっぱそうなんですよね。どうやって落とすかの形さえ分かれば、形さえ分かれば分かったね。ゴールのイメージがものすごくつきづらいステージでした。よし、これをスタート地点まで運び入れます。どうやって、どうやって、こうして下向きに落下して落として、これをやるとはめると、落とすと詰んじゃうんだよな。これこのギザギザに変に落とすと詰んじゃうから、こうして、こうしてを、これをクリックか、あ、もう一個下にないと辛くない。違う、もう一段下にないと辛くない。
こうして、お、あそこ左から落ちるできるかな。あ、できた。こうして、上から落ちてきて下向きになればいい。う、違う。うーん、そうか、これだとこっち向きになっちゃうのか。うわーん、うーん、このままで下向きに落ちてきて、あとこうか、あ、これこうなんで、これやった次が、あ、左でいいんだ。左とで、今何も妨害されないので重力向きになって左左にスライド、違う、こっちから落ちてきて左にスライドできる。であとは、逆さまになってこれを上に上げれればいい。こうで重力に戻ってきて、こっちは入っちゃいかん、重力向きに戻ってきてこれを押し出す。よし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 、3つまで持ってきました。残るは左下です。